田中万一は、日本の政治家、国務大臣、衆議院副議長、現在の大阪府富田林市に生まれる。早稲田大学を中退後、放置新聞記者を経て、1916年故郷の大阪府から衆議院補欠選挙に繰り上げ当選。以後当選14回。戦前は、県政会、立憲民政党に所属し、1939年、安倍内閣にて、 定津政務次官を務める。戦後は、日本進歩党の決闘に参加し幹事長を務める。1947年第一次、吉田内閣が発足すると、党総裁茂原喜重郎の推挙により、国務大臣として入閣。同年新憲法下発の衆議院副議長となる。民主党の決闘に参加したが、 吉田茂が次の主犯たるべきと主張して離党し1948年2月、同志クラブに参加。同志クラブは民主クラブを経て、日本自由党と合同し民主自由党を決闘したので、田中も民事党に所属した。同年単行国管理国で起訴されるも1951年無罪確定。その間1950年からは自由党に所属。 名文化にして、ヤジの名手であり、またいきな道の達人として知られ、特に女流記述し、小曲祭天活との縁文が有名である。ただ、生活態度は質素であり、酒もタバコもたしなまなかった。ありがとうございます。